PWD の例、PWD はカレントディレクトリのフルパスを出力する UNIX 系 OS のコマンドである。ユーザーはこのコマンドを実行することで、現在どのディレクトリで作業中なのかを知ることができる。このコマンドは CD コマンドなどと違いで適度等のシステムコールを利用することで実装可能なため、組み込みコマンドにする必要性はないが、主や、 バッシュなどの一部のシェルでは組み込みコマンドとなっている。また、MS-DOS や Windows のシェルでは CD コマンドを引数なしで実行することで同様の機能を利用可能である。PazX では PWD コマンドには下記のようなオプションがある。UnixTime、シェアリングシステム、Unix プログラマー、S マニュアル、1、ベル研究所。 p142、オリジナルの2005年5月20日時点における、アーカイブ。https://web.archive.org/.web/.2005-020231659/.http:/cm.bel-labs.com/.7thedman/.v7vol1.ptf ハット pwd, unix, ンページ www.unix.com, 2020年10月1日閲覧 pwd, print name of ント、r e n t working directory, ページ www.mankier.com, 2020年10月1日閲覧 ,gnu, c ーリー e ル t l s w w w n u o r g 2 0 2 0年10月1日閲覧。p w d プラン9万ページ。www.unix.com。2020年10月1日閲覧。HTT ロンスラッシュスラッシュ p u b s o p e n g r o u b o r g スラッシュ o n l i n e p u b s スラッシュ9699919799スラッシュ utilities スラッシュ pwd.html ありがとうございます。